河合さん、暑いですね。そうですね、残暑も厳しいですね。こう暑いと妖怪の話やお化けの話で納涼と行きたいですね。暑い暑い。あー、河合さんがカッパに。あー、どうしたんですか。ちょっとちょっと、河合はこっちですか。これはカッパ。河合さんって淀江のどこだっけ、ムキバンダ。そうそう、ムキバンダの先生されてるんですよね。そうですよ。ムキバンダにもカッパっているんですか。ムキバンダにはカッパいない。あのいないんだ。弥生時代にはいなかったと思いますけど、まあ、今はいるかもしれませんよね。あ、なるほどなるほど。暑いですから納涼したいですし、これからカッパでも調べに行きますか。いいですね、カッパ。カッパが詳しい人いるんですかね。いるんですよ、それが。それをちょっと聞いてみたいです。はい、行きましょう。カッパ。地域には教科書に載っていない隠れた歴史がある。地域の最新情報を発信する鳥取マガジン編集長の戸丸司と、考古学を駆使して地域を見つめる無期万代石の河合則之が、新しい地域の歴史ロマンをお届け。サイン歴史バラエティ諸説あります。今回説を求めてやってきたのは、日野川の河口にある日枝津村。こちらの民家にカッパに詳しい人がいるということで訪ねてみることに。こちらがカッパを愛して26年のカッパに詳しい川中信仰さん。全国におよそ400人の会員がいるカッパの研究団体、カッパ連邦共和国に所属しています。川中さん、カッパはいるんですか。おる、それはいますよ。カッパ見たことあるんですか。私はないですけれど、カッパを見たという人はたくさん記録は残っています。トイレに入っている女性のお尻をなぜるとか、ね、お尻を、はい、カッパ、水辺に住む妖怪。カッパといえば人の生き血を吸う、シリコ玉を抜くといった伝説があります。鳥取県西部のカッパはどんなカッパなのでしょう。県西部では特に日野川流域にカッパ伝説が多く残っています。中には日野川三大カッパ伝説と言われるものもあります。南部町に愛美家の酒飲みガッパという話があります。この酒飲みガッパの伝説が伝わる神社の子孫、愛美幸義さんにカッパの話を聞きました。甲羅があって、スポンみたいな甲羅がついてる、目はですね、サザエサザエの蓋みたいな。あ、それから体中はものすごい臭い、生臭い匂いがして、ものすごい力持っとるんで、カッパは構うと大変だよと。ということで、ディレクターがカッパの特徴を聞き取り、イメージ図を描いてみることに。カッパ描いてみました。はい、はい、見ててください。あ、いいな、これ。あ、これこれ。あ、似てます？あんな、口が違うんだ。口が違います。カラスの口っていう、くちばしが出てる。あ、出てる。うん、あ、だいたいこんな感じ。だってそんな感じ。上等。それではカッパを見つけようではありませんか。河合さんと戸丸さんたちが向かったのは日野川流域の集落、日野町黒坂。日野町やってきましたよ。やってきましたね。光明寺ですね。ここが光明寺。立派なお寺ですね。立派ですね。赤瓦のね、すごいお寺ですね。へえ。
このおすごい光明寺の何ですかそれカッパ、はい、こんな話があるね、はい、ある時黒坂の川小淵に馬を水中に引きずり込むいたずらガッパがいました。光明寺の住職はカッパを懲らしめようと大岩にカッパの絵を彫りました。するとカッパは体がしびれるようになり逃げていったというお話。岩ってまだ残ってるんですか？そうなんです。ええ残ってるんですか？はい、これから見たいです。すごい。行ってみましょうね。あ、お願いします。え、あるんですか？そうです。カッパは果たしてここにいるのか。新黒坂橋の近くまでやってきました。川小淵やってきました。あ、ここが川小淵ですか？そうなんですよ。お、ここにカッパがいたってことですか？そうですね。え、今日はいますかね、はい、カッパ今日は見えませんね。あれあれあれです。あの岩ですか？はい、なんか周りの中で一番大きい岩ですね。そうですね。え、じゃあ例えば 3,40 年前とか残ってたんですかね、カッパの絵が。そう、残ってました。あ、へ、はい、金網がつけてあってね、はい、保護されてましたよ。あ、そうなんですか？はい、そうなんですね。うん、カッパってどこに住んでるんですか？カッパはね、はい、深い水の底ですよ。はあはあ、だから淵に住んでるんです。へ、淵ってどういうところを言うんですか？今ね、川の曲がり角とかね、はい、深いあの水の溜まったところがあるんですね。それを淵と言います。まあ、渦がカッパの正体という、その先生もおられます。え、渦自体がカッパの正体じゃないかって。川中さんの研究仲間で鳥取大学の教授だった道上正典さんによると、カッパは川の淵に住む動物ではなく淵にできる渦であったに違いないと書かれています。その根拠として、渦は浅瀬から深い淵に移行するときにできることや、渦にはカッパの持つ怪力のような強い水の力があるということが挙げられています。川中さんご自身は渦はカッパと思っておられるんですか？いや、私はね、やっぱりカッパはね、生きてると思います、うん、だからね、ちゃんとした姿があるのがカッパで、それの方がロマンがあるじゃないですか。それではいざカッパの捕獲に挑戦しよう。ついにカッパと遭遇か。さあ、カッパを捕獲するため河合隊員と川中隊員がやってきたのは日野町黒坂の川湖公園。川湖公園の川湖とはカッパのこと。ここならカッパを捕まえられるはず。川中さん、なんでカッパはキュウリ好きなんですか？はい、これはね、カッパはね、水天宮のね、守り神なんですね。はい、切り口が水天宮の、門と、はい、似てるんです。へー、そうなんですか。木工の門って言ってね。隊員たちはカッパの好物キュウリを川辺に置いてみることに。じっと待っていると、あ、なんかいる。本当ですね、なんかいますよ。川中さん、なんでしょう。ちょっと行ってみましょう。キュウリの近くに置いたカメラは捉えた緑の生物。サザエのような目で頭に皿があるカッパだ。カッパを見つけた2人、そっと近づき皿に酒を注いで眠らせてみることに。なんと一瞬で酔いが回ってコテンと眠ってしまった。お、カッパさん、目が覚めましたか。私の夢はですね、あなたと相撲を取ることなんですよ。どうですか、ここで相撲を取ってみませんか。お得意の相撲いいぜ。俺は相撲が大好きだ。うん、やろうぜ。うんうんうん。かっ
残った。なんとカッパと隊員の相撲が始まった。強いな、強いな。よし、奥の手よ、皿の水を。そう、カッパは皿の水を吹くと力が抜けてしまうのだ。隊員たちから相撲のお礼にカッパにお酒をあげると。楽しかったな、一番上手だったよ。水の環境大切にな。俺たちはお前たちと遊ぶのが大好きだから、水を大切にしてほしいんだ。じゃあな、バイバイ。しかし、なぜ私たちはカッパと出会わなくなってしまったのでしょうか。カッパの恩返しという伝説がある伯耆町正午の淵で、カッパ伝説に詳しい人からヒントを探ります。ここら昔からたたら製鉄が栄えた地方なんで、奥日野っていうのは。だからカッパは川の生き物だから、山を崩して泥水流されたり鉄の粉が入ってきたら非常に迷惑するわけだよね。だからカッパは川の、守り神さん。酒飲みガッパの伝説を書いた愛美さんに、カッパが住んでいた場所を教えてもらいました。これ、ここにカッパがいたんですか。それは水が出るものと、カッパで池を埋めちゃったもんね。それからカッパが住んどったよっていう池は深いんですよ。とにかく水がきれいでないとダメ。そういえばカッパが言っていましたね。俺たちはお前たちと遊ぶのが大好きだから、水を大切にしてほしいんだ。カッパたちの住処は時代とともに形が変わりつつあります。私たちにできることは、カッパたちのために美しい水辺の環境を残すこと。これがカッパ伝説に隠されたメッセージなのかもしれませんね。真中さん、今日一日楽しかったですね。良かったですね。こんなに日野川沿いにカッパの伝説あるって初めて知りました。本当にたくさんありました。じゃあちょっと今日ね、公領諸説ありますに登録したいと思います。県西部にカッパがいるのは本当かも。カッパ好きに悪い人はいない。どうですか。そう、その通りだと思いますね。それじゃあ県西部のカッパ諸説認定です。カッパは今も地域のどこかにいるかも。次はどんな説が待ち受けているの